オ、寝れない部屋のラジ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 オ。第13話、海。はい、皆様お元気でお過ごしでしょうか。寝れない部屋のラジオ、今回も始まります。で、オープニングトークした方がいいんですか。した方がいいですね。説明よりもまず、そうですね、もう夏もほぼ終わっちゃいそうな感じの、その8月の末ですけどね。今日電車乗ってたらベレー帽をかぶった親子がいて、すごいそれを見てちょっと秋だなっていうのを感じつつ、あのまだ浴衣を着たお姉さんとかもいたので、なんか夏の残りがある、なんか切ないシーズンだなって思いながらここに来ましたけど。ちょっとね、ロケーションがね違いすぎて何話そうかなって思っちゃう。あ、ちょっとカンペも読めないっていうね。あ、雨強くなってきたので薪で、はい。そうですね、今雨が降ってます。そしてお分かりですよね、もうね、音が入ってるからね。あの今私がいるのは、神奈川県の三浦海岸っていう海なんですよ。海にいるんですよ。で、前回の放送でお伝えした通り、夏休みシーズンラストということで、波の音が聞こえる浜辺で今日は収録しております。バカだね本当に。何してんだろう。でね、しかも雨降ってんの。だから私今折りたたみ傘を差しながら、あの片手に脚本をか、あの台本を持ちつつ喋ってるんですけど、なんという環境でしょうね本当に。で、海なのでちょっと遠くの方で花火してる人たちとかもいるんですよ。夏を感じつつお送りしています。いつもはオープニングなら、あの音楽流れてるんですけど、今回あの波の音が BGM 代わりということで、はい、あの海今年行けなかったなっていう人はぜひ最後まで多分最後まで波の音はしてるから聞いていただいて、あの今年の夏を堪能していただければなと思います。はい、そんな感じですね。あと涼しいですね、割と。なんかもっと過酷かなって思ったんですけど、まあ雨降ってるから過酷は過酷なんですけど、その機械を守んなきゃいけないからさ。だから勘弁読めないんだよね。暗い、22時、そうですね、今22時って教えてもらいました。暗いよ。あの一応ランタンを1個持ってきたんですけど、もっと懐中電灯を持ってくればよかったと後悔をしております。今8月20日の22時配信日の、前の週に収録しております。で、もう早速雨降ってるので番組の説明はいきます。はい、巻きでいきます。この番組は東京電撃をやってる劇団寝れない部屋が不定期でお送りする DIY 型ラジオ番組です。今喋ってるのが寝れない部屋で共同主催をしているコピディウスと申します。共同ということでもう一人川島さんという主催がいますが、この番組は私の一人喋りでお送りをしております。はい、寝れない部屋準レギュラーの、関田剛さんが前回は登場してくださいました。ありがとうございました関田さん。2時間近くの放送でしたけど、お聞きいただけましたでしょうか。あくまでも、この番組はラジオ番組ということで、ね、あえて分けたりせずに1本で動画を、前回はアップしました。ちょっと聞き応えありましたよね、きっと。まあでも面白かったっていう反響もあったみたいなので、良かったなと思います。さすが関田さんだなと思いました。で、今日も本当は来てくれるかなって思ったけど、ちょっと冗談で言ってたんですよ、先週。あの、じゃあ海集合でみたいな感じで言ってたんですけど、まあ雨だし、ちょっとこっちから声かけるのもなと思って、はい、今日はあのポツンと2人で浜辺で撮ってます。寝れない部屋的に、あ、寝れない部屋的ニュースがありまして、寝れない部屋の倉庫ができました。この度できたといっても、あの建てたわけじゃなくて拍手
自然な BG が、そうですね、借りて倉庫 ちっちゃいとこ借りて、まだ使えそうなものとかをぶち込んできたという感じですね。などありつつ8月が終わろうというところで、こんな感じで今回は進めてまいります。最後までお付き合いよろしくお願いします。では本日の1曲目に参りましょう。寝れない部屋で揺らがれど色みなも。曲は寝れない部屋で揺らがれど色みなもでした。寝れない部屋のラジオ、この番組は以上スポンサーゼロでお送りします。寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋のラジオ、寝れない部屋共同主催のコピテュースがお送りしていますが、今回は夏休みシーズンラストの配信ということで、波の音が聞こえる浜辺からお送りしています。はい、本当に来ているんですよ。後ろで音楽流してるわけじゃなくて、だからちょっとハラハラしますよね。
あの暗いから、例えばあの警備員さん的な人がいるのかとかも気になっちゃうし、あのねさっき来る途中でねすごいクラクションをね高らかに鳴らしたあのねちょっと強めなお兄さんとかいたし、なんか土地柄そういう方もいらっしゃるから怖いなとビクビクしながら今あの撮ってるんですけど、なんか三浦海岸ってこんな感じなんですね。多分来たことはあるんですけど、やっぱ夜は来たことないからマクドナルドの明かりが嬉しい感じです。でも思ったより人いなくてよかったなって思いました。なんか嫌じゃないですか、絡まれたりしたら海ってそういうイメージがあるんですよね私、うん、あ確かにね江ノ島よりおとなしいですね、完全にそれはそうだと思います。ちょっと迷ったんですけどね江ノ島行くかどうか、江ノ島のが若干近いので、あとは潮の香りとちょっとベタつく潮風と、まあれかな、夜だから照明側の水面にね揺らがれど色水面ですね、これはあのゆらゆらして綺麗だなっていう、なんか黄昏るには絶好の場所だなと思いました。あ、雨も弱まってきたのでこのまま止んでくれたら私の右腕があの自由になるんですけどね。ということで今回ですね、あの海辺からお送りしているのでフリートークも海にまつわるものをお願いしますと言われていたんですけど、あ、今回は短くてもつまんなくても許す、やったあのでもちょっといつもね一応打ち合わせするんですよ、こういう話をしますよみたいなね、簡単に言うとね。だけど今回はできなかったんで、だしまあ環境も環境なんでちょっと負けで話しますけど、私家族旅行で毎年海は行ってたんですよ。熱海に行ってて、でなんかお手頃な宿に泊まってみたいな、2泊3日ぐらいしたのかなとか1泊だった時もあるんですけど、で中学生の時かな、中1の時にまあ例年通り熱海に行ったんですけど、やっぱりあの海って騒がしいじゃないですか。でなんかねちょっとあの行きがったあの高校生みたいな子に絡まれたことがあって、だから嫌だなって思って次の年はあのそういう、まあ、簡単に言えばパリピみたいな人たちがあんまいないとこがいいなって親に言ったんですよ。さあ父親が分かったって言って探してくれたのが、なんか世界の中心で愛を叫ぶのロケ地のドラマの方かなのロケ地のクジュッパマみたいな名前のとこ、確か海岸みたいなのがあって、ここ行くからみたいな、でその時親が世界中のどこだからなみたいな、ちょっとなんか誇らしげな感じで言ってきて、おーありがとうって言って行ったのが多分中2ぐらいなんですよねの夏で、で私3姉妹なんですよ。で真ん中の妹が3歳下で、一番下がなんと9歳下なんですけど、だからまだ幼稚園とかかな、ちっちゃい子がいるんですけど、みんなで5人で家族旅行行って、で本当にちょっとねプライベートビーチっぽいとこでいいじゃんと思って、なんかそういうちょっと騒がしい感じの人もいないからわーいって思って、父親とまあ、海の方に行って、ちょっと岩場があるからそことかゴーグルをつけて覗いたりしたら、魚もいるんですよ。だからすごい綺麗なとこでめちゃめちゃテンション上がったんですけど、で父親がその、まあ、下の子ちっちゃいから可愛いしましまのなんか熱帯魚みたいな魚を捕まえてくれて、
で、すごいその下の子が喜んで、それをまあ可愛かったから、今ギャルだけど、うん、それで、あ、なんかそれ見て、じゃあ私も魚探そうと思って、その真ん中の妹とちょっと捕まえようよみたいな、あんな喜んでくれるならと思って、ピュアだな今思うと。で、行ったんですよね。岩場だから気をつけないよって言われてたんですけど、まあ、なかなか捕まえられなくって、で調子に乗ってね、私も岩場なのに、なんだろうね、シュノーケリングしてる気分になっちゃって、もう全身使って泳ぎ始めちゃったんですよ。そしたらなんか岩の上に寝っ転がる形になっちゃって、身動きが取れなくなっちゃったの。なんか下岩だからもう動くと痛いの、だけど起き上がれないみたいな、もうなんか八方塞がりになっちゃって、なんだろう、もう表現なんかね、生け花で使う針がいっぱいあるやつあるじゃないですか、剣山、剣山の上になんか豆腐乗せた状態みたいな感じです。私が豆腐ですけど、なんか本当に動いたらもう死ぬと思ってぐらいの、めちゃめちゃ痛いの。でもなんとか、もう本当になんとかもう起き上がって、もう帰りたいけど、親の元に行きたいけど、でも妹いないからどうしようって思いつつ、でも妹を見捨てて帰ったら、もう妹すでに一番下の子に砂に埋められてて遊んでて、もうそこでなんだよってまず思って、でしかも母親に岩の上でなんか寝そべっちゃって怪我したんだよみたいな訴えたんですけど、その怪我が全然目に見えない怪我っていうか、もう細かい傷だから全然母親に伝わらなくて、そんなこといいから焼きそば食べるみたいな感じでもうすごいなんかのんきなんですよね。だからもう嫌だなと思って、なんかこんな大人にならないようにしようって思いながらちょっと拗ねてて、でも妹がまた海に入りたいって言うから、分かったって言って、気を取り直して、じゃあちょっと沖の方まで行こうって言って、なんかここまで泳いでいいよみたいな場所あるじゃないですか、V みたいな浮かんでるとこまで、じゃあ行こうねって言って行ったんですけど、まあ足つかないんですよ、もうそこだけど浮き輪があるから、2人で浮き輪をつけてそこまで行って、じゃあそのVにタッチしたら帰ろうみたいに言ってたんですね。でもうすぐ、あ、もうすぐだと思いながら進んでったら、なんか今度足になんか触ったんですよ。でもうパニック自然豊かな海岸だったんで、もうその足なんか触れた瞬間に、なんかいる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 って、もうすごいなんかいるばっか連呼しちゃって、で妹もそれに、え、何何ってなって、混乱しつつ私を置いて逃げて、妹はめっちゃ速いの、逃げ足がね、逃げ泳ぎが速くて、まあ置いていかれて、ね、もう散々なんですけど、でそれも戻って親の元に行って報告したんですけど、全然事の重大さが伝わらず、もうそんなこといいから早く足洗って帰るよみたいな感じで言われて、もう本当になんかなんだろうね、こんな子供の気持ち分かんない親にはなりたくないのっていう思ったっていう中二の夏でしたね。そんな感じです、よく分かんなかったけどとりあえず OK 曲いこう、ありがとうございます。いやね、書いてる文字がいつもより綺麗で読みやすいから嬉しくなってしまったんです今全然関係ない話しちゃったはい、じゃあ曲をいきます。次の曲、ここで曲ですね、寝れない部屋フューチャリングあゆで途方もないが光
キラ眩しい、これは一体何ですか？教えてほしいのに、どこか気持ち悪いのです。巻き戻されたビデオテープ、いくらすり減っても繰り返し、私は私のことばかり、すごくうんざり。誰にも分かってもらえないから、独走の中で空飛ぶ。今日もここは途方もない。だけど暗くて見えない場所で一人心探して、光のある方へ。花火はすぐ消えた、面影ふわり、月の醜く息も絶え絶え。突然の夕立のせいで、タバコの火も消え、ただ知りたかっただけなのに、なぜ手は冷たいのか。必死に生きようとする、それでも誰かが私の目を追う。この場所で一人うんざり、もがいて救って知らない心探して、光した曲は寝れない部屋フューチャリングあゆで途方もないが光でした。寝れない部屋本部から YouTube を使って全世界に配信中、寝れない部屋のラジオ。寝れない部屋のラジオ、今回は夏休みシーズンラストの配信ということで、波の音聞こえる浜辺からお送りしております。はい、でここからは事前に募集をした夏に関するメールを紹介していきます。とりあえずあれです、夏っぽければ OK っていう感じで、夏の思い出だったりとか夏っぽい単語でも何でもいいよっていう風に募集をしてたんですけど、結構呼び込みをしましたよね。なんか私も毎日一応こんなんでいいから書いてねとか言ったし、川島さんもつぶやいたりとかして、で川島さんが 120% 今送ったら読まれるよって書いてたんですけど、はい、これは嘘ではなくですね、要するに今から読むメールが全てっていうことです。届いたもの全てだよっていうことですね。で私ですね、今の時点で何通届いてるか知らないんですよ。だから
今からあのね渡されて読むんですけど、一日だったら嫌だなっていうのもあるし、まあ、100通来てても嫌だなっていう程よく来ててくれよと思いながら今いますけど、でいつもはメールの本文が台本に入ってるんですけど、入れ込んであるんですけど、今日はですねもうラジオスタイルでどんどん渡してくれるということなので楽しみですね。では早速いただきましょう。はい、1つ目、長崎県のラジオネーム明日こそ早起きさん、ありがとうございます。今回海での収録ということで、夏といえば魚、コピテウスさんと川島さんが好きな海の幸、海鮮料理は何ですか？あ、私は言わずもがなですよ。お寿司ね、知ってるです、知ってると思いますけどお誕生日にいただいたりとかしてますから。でも川島さんのは知らないですね。肉が好きっていうことしか知らないんで。ネタは、あ、お寿司のネタはちょっと話ずれちゃいますけど、あれなんですよね、公演、毎回公演打つときに最初顔合わせのときに自己紹介するんですけど、そのときに好きな食べ物も言ってくださいって言うじゃないですか、うちの団体で。好きな食べ物お寿司ですって私は言うんですけど、コピティスですって言った後に、でその後にこの前の公演で関田さんが何が好きなんですかって、同じですよ今と、ネタは何が好きなんですかって関田さんが言ってきて、私全部好きで決められないですって言ったら、気持ち悪いって言われたんですよ初見の人たちの前ですよ、ありえないですよね本当にっていう話なんですけど、今最近好きなのはやっぱマグロですね。はい、まあ、その時によって変わります。そんな感じです。川島さんは何が好きなんでしょうね。今回答を書いてくださってるけど、あ、サバの味噌煮、そっか、あれも海の幸だ。ちょっとなんかね、海の幸って聞くと生ものかなって思ったけどサバの味噌煮だそうです。はい、じゃあ次、長崎県のラジオネーム明日こそ早起きさんありがとうございます。2つ目ですね。はい、個人的な子どもの頃の夏の楽しみは、祖父母の家に行く時に乗る特急列車でした。へえ、祖父母の家に行く時だけ乗れるかっこよくて豪華な列車は、乗っている2時間ずっと楽しくて、泊まる駅全部を覚えて、アナウンスよりも先に母に次泊まる駅を言ってました。こういう体験から少しでも特急列車に乗れそうなら乗る、バイト代無駄遣い男が生まれました。へえ、バイト代無駄遣い男いい、素敵な思い出ですけど、てっちゃんなんですかね、じゃあ明日こそ早起きさんは。いいじゃないですか、こんなちゃんと思い出送ってくれるなんてちゃんとした思い出これは。へえ、そっか、次泊まる駅を先に言うタイプの子なんだな。はあ、青春18切符乗りましたね。そうだ、乗ったわ。行ったことありますよ私も。あの仕組みをね、使うまで分かんなかったけど、使ってみて分かるもんだなと思いました。なんかちょっと忘れつつあるけど5回、5日間乗り放題なんだっけ確かね。あの JR のその各駅停車というか、そのなんだろう、特別料金かからないやつ、鈍行っていうのかなら、あの1日乗り放題なんですよ。それが5日分ついてるのが青春18切符なんですけど、私それ使うまで18歳までしか買えないと思ってたから大人になってね使えるんだっていうのは大人になって知りましたね。うん、だからね、18切符使えばいいじゃん、そんなバイト代無駄遣い男さんじゃないや、下こそ早起きさん。あ、そっかそっか、なるほどね、特急に思い入れがあるからね。どこの特急列車か気になりますね。長崎じゃないかもしれないもんね。いいですね、私おじいちゃんおばあちゃん近くにいたから羨ましいな。こんな感じです。次、3通目だこれは。愛知県こげまるさん、はじめましてですね。ある夏の夜、
寝苦しくて目が覚めるとベッドの横に人が点々点怖くて、でも体が重く動けませんでした。こんなことが続いたので、今では私の部屋にはお札が貼ってあります。涼しくなりましたでしょうか。米印本当の話です。怖い系来た。この方は川島さんが担当するウィークエンドザランページのリスナーさん。へー、こげまるさん、そのありがとうございます。送ってくださって。怖い話なんですね。いいですね。めっちゃ涼しくなりました。うん、そう、ここに来るまで怖かったよねって今言われたけど、怖かったです。電車乗ったって最初言ったけど、まあ、車で来たんですよ、そのね、途中から。その車で来る道中が真っ暗で街灯ないから心配になってきて、これ江ノ島で撮った方がいいかなってひよってたんですけど、無事、今ちょっと人通って怖かったしね。見ないようにしてたけど、ちょっと目あったら話しかけられちゃうかなと思って。そういう怖さもあるし、こげまるさんのおかげでとっても涼しくなりました。ありがとうございます。次あるのかな。 あったある、メールある。あ、そうですよね、今後もぜひ送ってください。なんかテーマメールがあったから、まあ送りやすかったっていうのもあるのかもしれないけど、お悩みとかも募集してるので、よかったらお願いします。4つ目、ラジオネームコピちゃん大好きっ子さん。あ、お久しぶりです、ありがとうございます。コピちゃん、川島さん、こんにちは。海で収録楽しみにしてます。夏の思い出といえば、子供の頃夏休みにおばあちゃんの家に遊びに行って、何が食べたいか聞かれたので、ステーキと答えたら朝ごはんにステーキが出てきたことです。夏関係なかったですね。それでは収録楽しんでください。ありがとうございます。素晴らしいおばあちゃんだ。孫の期待に応える。ステーキ用意してたんだろうか、夜な夜な買いに行ったんじゃないんだろうか。ステーキ美味しいですよね。私も最近やっぱね、夏だからね、スタミナつけたくてステーキ食べたんですけど、お腹壊しましたね、ステーキ食べて。なんでかっていうと、私ね、昔叙々苑に行ったことがあって、その時も見事にね、お腹壊したんですよ。だから高い肉受け付けない体でしてね、なのにね、ステーキ食べちゃったっていうね、本当にもったいないですよね。なんかスーパーのお惣菜食っとけって言われました、その時。でもコブちゃん大好きっ子さんも素敵な夏のエピソードを送ってくれてありがとうございます。なんか目に浮かびますね、おばあちゃんがステーキ用意してくれた優しい夏。夏関係ないけどね、確かに。冬休みも通用するな、これは。ありがとうございます。あ、5通目だっけ。5通目、ラジオネーム、あ、風が出てきた。ラジオネーム、国境の長いトンネルを抜けると乃木坂さん。初めてメールを送らせていただきます。僕にとって夏といえばかき氷です。というのも、毎夏、毎回の前に夏、毎夏一夏を共にするかき氷シロップを何味にするか悩みまくるためです。定番のブルーハワイ、あえてのメロン、さまざまな味のシロップから一つ選ぶとしたら何を選びますか。ほう、あ、この方は、川島が担当する番組タイムちゃんのリスナーさん。聞いたことあります。聞いたことあります。国境の長いトンネルを抜けると乃木坂さん、まさか私の口から名前を言うなんて。嬉しい、ありがとうございます。これやっぱね、かき氷食べたいっていう時に何味が好きっていう話になるんですよね。で、絶対ブルーハワイっていう人いる。川島さんも確かブルーハワイって言ってた気がする。私もブルーハワイ好きなんですけど、まあ、結局いちごかなって思っちゃって、結局いちごかなって言ったらつまんねえのって言われましたね、この前。本当いつもそうですね。あえてのメロンもいいですよね。あとね、食べた後にね、ベロをね、ベーってするのがね、楽しいですよね。あ、この間買った
鬼練乳ね、鬼練乳すごかった。あれですよ、アイスですよね。あのセブンイレブン限定の練乳の入ったアイスなんですけど、鬼練乳っていう名前のかき氷なんですかね。かき氷テイストの、テイスト？かき氷、そうです、氷菓子です。あの私食べてないですけど、ね、川島さんが食べたみたいで、めちゃめちゃ練乳って言ってましたなのでぜひ試してみてください、これを。それであのレパートリーというか、そのね、夏の定番の一つに入るかもしれないので、いや、国境の長いトンネル抜けると乃木坂さんもまたぜひメールしてください。お待ちしてます。あ、もうまた渡されました。これは6通目ラジオネームおもちもちもちさん、おいコピティウス、初めてのメールだぞ。いつも楽しく聞かせてもらってるぞ。ありがとうございます。私はテレビで高校野球の中継を見ると今年も夏が来たなと感じますが、コピちゃんの中で夏を感じるものを3つ5秒以内に答えなさい。氷、海、ひまわり氷は明らかにね、引っ張られてるよ今の、あのかき氷に。でも言うほどかき氷食わないんだな私なんで氷って言っちゃったんだ。でも、まあ、海はね、絶対海はあるね、やっぱり毎年行ってたので。あとはひまわりは、この前ツイッターでつぶやいたんですけど、今年ねひまわり畑行ったんですよ。行ったんですけど見事に枯れてましたねこんなはずではっていう言葉が似合いすぎたね、あの時はね。もうちょっと悲しかったですけど、まあ私の夏らしい夏でしたね、あれは。おもちもちもちさん、あのなんで最初呼び捨てにしたのに最後ちゃん付けするんですか。ちょっとキュンとしちゃうじゃないですか。ありがとうございます。またお願いしますメール。次7つ目、おお長いな。東京都、ラジオネーム悪いダイニングはクルーガーさん、どういう意味ですか。いきます。高校1年生の夏にオーストラリアに2週間のホームステイをしていたことがあります。ステイ先のママがお弁当としてサンドイッチを持たせてくれたのですが、ある日のこと、その時のステイ先の子、ジョシュア、かっこ、やんちゃ盛りの中学生の男の子が、学校で友達とノリか何かでママが作ってくれたサンドイッチを壁に投げつけて遊んでいるのを見かけて、僕はドン引きしてしまったことがありました。その、あ、違いますね。時は流れ、10数年、30歳を超えてもなお実家に住んでいる僕は、母親にお弁当としておにぎりを作ってもらい、リュックに入れて仕事に向かうという生活をしています。先日の猛暑日、仕事が立て込んでどうしてもそのおにぎりを食べることができずに1日が過ぎてしまう日がありました。そんな日に限って小さいサイズの保冷剤だったりして、悩んだ後リュックの中で猛暑日を過ごしたおにぎりを最終的にゴミ箱に放る決断をしてしまいました。その時ふと見られているような気がしたのです。壁にぶつけられたサンドイッチを見てドン引きしたあの時の高校1年生くらいの男の子に、これドラクエ5の過去の自分に会ってゴールドオーブを手に入れるイベントみたいだなと思って、久しぶりにドラクエをやりたくなった夏でした長文失礼しました。お体にお気をつけくださいドラクエの何それ、何それって書いて、2人ともドラクエやってないんですよ、すいません申し訳ないね。2人ともやってるゲームってあんまないですけどね。って言ってもね、川島さんも珍しいですね、やってないのね、ゲーム好きなのに。へえ、こんな、なんかでもちょっとわかるな、その小さい頃こうなるまいと思ってたのに自分がなってるみたいなさっきのフリートークじゃないけどさ、私もちゃんとして大人になれてるかなんてわかんないしさ、こんな長いの書いてくれてありがとうございます。あ、この人も初メール、そうですね、だってこんな名前読んだことないもんどういう意味かわかります、なんかのちょっと何なのか教えてください。じゃあ悪いダニング、悪いダニングか、悪いダニングはクルーガーさん、あの意味を
教えてください。今度メールでお待ちしてます。あ、まだあるメール、どうしよう、ずっと続いたら。コピティウスさん、川島さん、こんにちは、ご無沙汰してます。通信簿です。あ、通信簿さん、通信簿さんはですね、最初確かミミちゃん大好きあゆみさんでしたっけ、なんかそういう名前だったんです。なんですけど、いいラジオネームを考えてくださいっていうメールを、めっちゃしびれがね、しびれちゃった今送ってきてくれて、それで あゆみだからね、通知表がいいんじゃないかって川島さんが言ったのに、私が読み間違えて通信簿通信簿って言ったら、じゃあそのね、通信簿にしますって言ってくれたんですけどそんな方です、ありがとうございます。はい、いろいろあって本日第5話からラジオをね、一気に視聴させていただいたのですが、いやー、笑わせていただきました。夏のだるさが吹っ飛びましたよ、ありがとうございます。夏に関する思い出は、一人海辺で黄昏れていたら、いいですね、手に持っていた棒アイスを一瞬にしてトンビに持っていかれたことでしょうか過去夏じゃなかったかも。ピタサンドの中身の唐揚げだけ持っていかれたこともありました。別件で思いつきですが、孤独のグルメコピティウスバージョンを聞いてみたいなと思いました。ゴローならぬコピーです次回も楽しみにしています、ありがとうございます。本当に思いつきで全然関係ないことぶっ込むじゃないですか。なんか海で黄昏れてたっていうのは、今まさに私たちのいる状況と同じですね半分黄昏れながらやってますけど、トンビ怖いね、それよく聞くけど、私その状況に遭遇したことないな。結構田舎の海なのかな。まあ確かにトンビはどこにでもいるから、鎌倉、そうなんですよ、鎌倉もいるな。でもさ、一人で行った時にさ、トンビに持ってかれてもさ、悲しいよね、リアクション取れないじゃん。なんか人がいたらさ、とかできるけどさ、本当になんかしょぼんってなるよね。そんな通信簿さん、孤独のグルメね、やるかどうか、私のこれはあれに、あれですよ、私のね、力量にかかっちゃうからできるかわかんないですけど、頑張りますね、これからも。なので聞いてください。はい、メールは以上です。どうでした、と、ありがとうございました。いや、程よい多分寝れない部屋本部でやってたら、もっと欲しいとか言ったかもしれないけどね、程よいです。皆さんありがとうございました。あ、雨が、風か、風の音か、雨は止んだけど、今度風を避けろって言われて斜めに傘持たされました今ね。すごい過酷な状況ですね。最初思ったほどかなとも言ったけど、やっぱ過酷でしたわ。はい、でも本当にね、たくさんメールくださって嬉しかったです。今後も皆さんぜひよろしくお願いします。何でもいいんで、本当にたくさんのメールありがとうございました。番組ではあなたからのメールを大募集。受付メールアドレスは寝れない部屋@gmail.com、 ツイッターはハッシュタグ寝れない部屋のラジオをつけてツイート。正直メールもツイートもあんまり届かないと思ってます。現実主義、寝れない部屋のラジオ。はい、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ストレートお悩み相談。ラジオの王道企画であるお悩み相談に、私コピティウスが挑戦しようというコーナーです。はい、なんか久しぶりな気がします、このコーナー。最近まであれですね、夏のメール送ってくださいってツイッターでつぶやいてはいたんですけど、その前はですね、お悩みが来なくなったということで、毎日
あの悩み募集中だよってつぶやきをしてたんですよね。で、今日来てるのかっていう話ですよ。もうね、このコーナーね、メールが来なくなった瞬間に終わるコーナーなので、でも来たからやるってことですよね。はい、ありがとうございます。ではご紹介しましょう。長崎県ラジオネーム、明日こそ早起きさん、たくさん送ってくださって本当にありがとうございます。そうですね、たくさん送ってると言いましたけど、前回のお悩み相談もね、明日こそ早起きさんでしたよね。で、なんか普通に答えたら普通だなって言われた気がしますけど、いや、いいんです、だって私のね、お悩み相談だからいいんです、別に私がね答えれば。じゃあいきます。最近悩んでいることは、映画館でチュロスを買うか否かです。映画館に行くと毎回チュロス美味しそうだなと思うのですが、一人で映画を見に行った若造が食べていいものなのか、ああいうものはカップルが二人で食べてて成立するものなんじゃないか、食べるときめっちゃ周りの粉とか落ちて映画どころじゃなくなるんじゃないかなど、いつもいろいろ考えてしまい買うことができません。どうしたらいいですか。あとコピテウスさんと川島さんは映画行った時に何か食べる派ですか、ということですが、まあチュロスは食べないかな。私チュロスは食べないけど、チュロス食べます？食べます？ああ、そう、あえてのチュロスだって今いっぱいあるじゃないですか、美味しいの。あの、まあ、あれですね、最後の問いに答えてしまうと、私は絶対食べるならポップコーン派なんですよ。あの、あれ、キャラメル味をチョイスしちゃいますね、いつも。だからチュロスはちょっと新鮮だったんですけど、一人でも別に、ね、食べるよね。食べる？一人でも食べます？一人の、確かにな、でも一人で映画行った時食べないな。食べる？食べないって言ってる。あー、だからあのさ、ちょっと一人で美味しいものを食べに行くのをさ控えちゃうのと一緒でさ、なんか一人で行った時にさ食べ物食べるのもったいないって思っちゃう節はあるな。なんかそっちだな。でも別にいいじゃない、食べてもチュロス、若者とかは関係ないのよ、売ってるんだから食べていいのよ。あと粉は落ちるかもしれないね、粉は落としてなんぼよ。気に、だからそうね、まあ気にしながら食べるぐらいなら食べない方がいいけど、それ気になるぐらいの映画じゃあ映画つまんなかったってことなんじゃないのって思いますね。そうですね、どうしたらいいですかっていうことなので、まあ食べたかったら食べればいいし、そんな周りは気にしてないから大丈夫だよ。はい、空いてる映画館に行けばいいじゃんとおっしゃいました。空いてる映画館ほんと空いてるよね。なんか私高校が立川より奥だったんですけど、あの立川ってね、東京なんですけどね、まあ、ちょっと山の方、山に近い方、本当にガラガラで、映画館がそっちの方、友達と2人で行ってど真ん中座って周りほぼ人いなかったけど、何見たかは言わないけど、でもそういう時だったら本当やりたい方でやってましたよ。うん、人いないから。確かに空いてる映画館に行ってチュロス食べれば解決だよ。これは解決初めてちゃんとできた気がするな。どうでしょう。これに懲りずに送ってください、またなんぼでもお願いします。初メールくれた人にも送ってほしい。あ、初メール、あー、今日のさっき夏のメール送ってくれた、初めてね、初めてですねって言った方々の悩みも聞きたいので、ぜひお願いします。存続の危機なのでよろしくお願いします。そんなとこですかね。ということで、まだまだお悩みの方をお待ちしております。以上、ストレートお悩み相談でした。
ではここで1曲お送りしましょう。本日のラストナンバーです。サザンオールスターズで希望の轍ではなく、寝れない部屋でもう一度。YouTube にてお送りしてきました寝れない部屋のラジオ、早いものでエンディングのお時間です。今回13回目でしたが、初の試みで外で収録しかも海、どうなんですかね。ちょっとこれは放送を聞いてみないと何とも言えないけど、まあ相変わらず怒られてます。ね、もうちょっと面白く読んでよとかね言われましたけど、徐々に成長できてたらいいなと思う第13回です。海の音聞き飽きました？うるせえよってなってます、もしかしてね。でもなんかね、風流でいいじゃないですか。またちょっとね、四季折々何か感じられるものが思いついたらできたらいいなって思いました。はい、じゃあ寝れない部屋のお知らせを参ります。寝れない部屋第9回公演バッドバットウルトラが来年の3月29日水曜日から4月3日月曜日にかけて東京下北沢の駅前劇場で上演となります。予告動画もこのチャンネルで公開しているので何度もチェックお願いします。劇団ホームページでは過去作品の上演台本販売中、全公演分あります。劇団員、制作スタッフはオールウェイズ募集中。そしてチャンネル登録、高評価をお願いします。そして今週の川島さん、川島は PS5 の抽選が全然当たらなくて切れそうだそうです。怖いですね。ゲーマー川島っていう感じですね。まあ確かにあれ当たんないですよね。どうなってるんですかね、仕組みが。でもなんか普通に販売もされるかもって聞きましたけど、何か情報がある方お待ちしております。そして次回の放送、次回9月10日の配信の回にはゲストがいらっしゃいます。やった、俳優であり劇団知らない星の主催、助川沙和子さんがいらっしゃいます。わーい。私は沙和ちゃんと呼んでますが、川島さんはレモンサワーと呼んでます。これは何でかっていうのは、まあ、言わなくてもわかるかもしれないけど、またね次回のその時にでも話せればなと。そうですね、サワちゃんはですね、助川さんは8回公演、うちの8回公演のリット訪問内が光に出演してくださって、そこで主役を演じてくださいました。でその後もなんやかんや仲良くさせてもらってるんですけど、まあ何ですかね、飲みに行ったりとかちょくちょくね会ったりとかしてますね。あとですね、今まで、まあ、ゲストいらっしゃってくれてますけど、いろんな方が初めて劇団の主催の方が来るということで、主催同士のどんな話ができるのかっていうのも楽しみです。でも嬉しいですね、ゲストお越しいただくっていうのは。楽しみにしててください。はい、では最後に番組のメールアドレスを紹介しておきましょう。
番組への感想、お悩み、劇団への求人問い合わせなど、すべてのメールは寝れない部屋@gmail.com nerenaihei@gmail.com です。アットマーク前は劇団名をローマ字で書いてゴリゴリのフリーアドレスでやらせてもらってます。あ、両足しびれてきた。なお寝れない部屋のホームページではどんなメールを募集しているのか一覧を掲載しているのでぜひそちらをご覧ください。またもし感想をツイッターでつぶやく際はハッシュタグ寝れない部屋のラジオをつけてツイートしてください。はい、もう限界です。傘を持ち、脚本を持ち、足がしびれ、はい、誰もいないから最後ちょっと離れてバイバイって叫んでよ。カンペそのまま読んじゃった。わかった。コピティースでしたって言ってから離れればいいかな。はい、では皆様、今年の残すとこあとわずかな夏をお楽しみください。はい、ということで寝れない部屋のラジオ、ここまでのお相手は寝れない部屋共同主催のコピティースでした。